はい、おはこんばんにちは、バットです。今日は7月の9日土曜日、大津谷公園キャンプ場に来ております。今日はですね、イレギュラーなメンバーなんですけど、元会社の上司、先輩のご家族とその友人家族というね、家族ぼっちというそういう状況でやっておりますね。ホルマンの大きいテントと、こっちもね、タープ張られてるご家族がいる中で、私は一応ここでこじんまりと張ってると、そういう状況でございます。何これ、肋骨のやつ、肋骨のやつ。何ですかこれは。これ鮭。おお、鮭と。ほ。これももう速攻焼けちゃった。お、一でも出てきたわ。これ何？アサリ。大アサリ。大アサリ。いいですね。はい。はい、はい、はい。ありがとうございます。醤油取って。お姉さん。ちょ、アサリが、貝ができたよ。食べた。食べた。おい、これなんていうんや。ママ。なんていうんや、これ。ニラガンチキン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 。ね、最後の一個も食べていい？いいよ、いいよ。やったぞ。まだあっちにいっぱいあるよ。あん。あん。リーノーラ、おいしい。ニラなんて入ってないじゃないですか。ほうれん草じゃないですか。ニラじゃない、そういう意味じゃないんだって。ニラじゃないよ、それ名前なの。名前なんです。失礼しました。ダシ出とるわ。でも勘違いするのも、あうん、鶏のダシと鶏のスープや、うん、美味しいですね。ニラって言うで、ニラじゃないよ。ニラは入ってなかった。ニラって言う。これ生姜？違う、向こうの言葉で生姜入ってますね。うん。ああ、さっぱりして美味しいわ。こんなでかい魚を私は焼いたことがない。今6時40分ぐらいですね。一通り食べてね、飲んでワイワイしながら過ごしてるわけなんですが、皆さんね、ご家族でご家族でこうね、沢の上の方に行ってられますね、はい。一人でキャンプして寂しくないのとかって言われちゃいましたね。寂しい。そうやってさ、俺は起こしたことないよ。遅いとか、そうするとこれがいつまででも下手して11時とかさ、遅いとか遅くないとかっていう会話があるじゃないですか。僕ないですから、ね、俺は行ったことないやろ。遅い、早く起きてこい、行ったことないやろ。そう、誰にも何も言われない。おはようございます。晴れてますね、今日は。朝は晴れましたね。まだ涼しいですけど、多分これから日が照ってきて暑くなるんじゃないかなという、そういう予想ですね。皆さんもう起きてますね。まあ、ぼちぼちと撤収をしつつ、朝飯なのか昼飯なのか、なんかずっと食い物は続けられてて、非常に食べ物には何もしなくてもね、今回は楽できましたね。こういうキャンプもまあいいかなと。面白かったですね。